立憲民主党、初志賀明宏議員。書類送検されていた、ガネットではない。内容はこちら。立憲民主党、初志賀議員が書類送検されていたことが分かったようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。タクシーで性的な乱暴をしたなどとして、立憲民主党の初志賀明宏衆議院議員、東京16区比例復活を、警視庁の強制わいせつ容疑で書類送検したことが16日週刊新潮の取材で分かった。初志賀議員は容疑を否認しているという。これはさすがに説明責任が問われますね。では次にネットユーザーの声の一部をご紹介いたします。まずはこちら。当主の方、とりあえずご説明のほどよろしくお願いいたします。普段与党の不祥事に声を荒げる枝野さん、ちゃんと説明していただけますか。次はこちら。これが自民やったら野党とメディアは大騒ぎで、辞職辞職って叫ぶんやろなわら。本これです。マスコミが与野党ともに公平に大騒ぎするのであれば、マスコミもここまで低迷しなかったと思います。次はこちら。これ本当ですか。ショックです。起訴になるようであれば議員辞職してください。起訴になれば議員辞職は確実だと思います。万が一起訴にならなくても説明責任は確実に問われるでしょう。次はこちら。え、桜を報道してる場合じゃないじゃん。はい、おっしゃる通りです。最後はこちら。与野党問わずろくの議員がいない。解散して再選挙した方がいいような。与野党ともにもっとしっかりしてほしいですよね。完全に今の政治家は緩みすぎてますよ。結論、この初志賀明宏議員の書類送検はもしも起訴されなかったとしても必ず説明責任は問われると思いますよ。もしかしてまた知らぬ存ぜぬで貫き通すおつもりですかい。しかし立憲民主党は石垣のりこ議員の件といい、いろいろと問題だらけですね。大丈夫、枝野さん。まあしかし今の政治家は与野党問わずたるんでいるとしか思えません。あなたたちは国民の代表なのですから、もっと真面目に政治をやっていただけませんか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会にチャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。